はい、今日はねライオンを描いてみたいと思います。まず大きな丸で顔の、ね、輪郭を描いてから、ライオンね今日ねこっち向きにねちょっと体をひねって歩いたように描きたいと思いますね。だから体がこんな形になります。さて、顔の部分ですね、ちょっと細部ねお鼻とか口のあたりのあたりをつけて目は小さめに描きます。尻尾を描きましたよ。では塗ってみましょう。まず最初こんな明るい黄色かな、全体塗っちゃいましょうね。こうやってライオンねあまりきちんと描こうとするとかえって大変だから絵の具広げちゃいます。そして濃いめのオレンジを溶いてこれでいよいよ縦紙を塗っていきます。まずいつもの通りざっくりですね、ちょっと暗めの色で縦紙の色に変化をつけましょう。ウェットインウェットですね、にじみの効果を十分生かして柔らかな縦紙の質感を描きます。縦紙はね二重になっていて後ろの方がちょっと暗いんだね。だこんな感じですよ。ほら柔らかな縦紙が見えてきました。こうやってね暗い色をどんどん乾かるうちに足していきましょう。そしてイエローカーでまず体のシルエットを塗ります。ちょっとコバルトグリーンなんかを出してねもうちょっと深みのある色を加えましょうね。こんな感じですね。だんだん体の立体感も見えてきます。前足がこっちに来る感じですね。でまたオレンジ色を作ってから顔のねちょっと細部を描いていきます。ライオンは鼻が大きいんだね。こう塗っていくんですけどもこの口の周りはねここは毛が白いので髪の白地を残していきます。こんな感じでしょ。ほらだんだんライオンっぽくなってきたでしょ。ここは今耳を描いてます。でもあんまり羽はっきり描かないんですね。そして割った筆で少しまた縦紙を描いたりしてこんな感じだよね。うん、引っかいてもいいんだね。さあ縦紙ねもうちょっと暗いとこも描きますよ。この暗い色を入れたら後ろにある足ですね、それを描きます。これで前足のね前後感出ました。同じくこの後ろ足のここも日陰ですね。どうでしょう。これで足の雰囲気出てきましたね。ではまた細部を描きましょう。顔ね、まあよく見てみるとライオンも面白い顔してるね。目は小さめです。ちょっとね怒ったような顔に描いてあげましょうね。そしてちょっとここね縦紙の上の方ねなんか暗いこう硬そうな毛が生えてるのね、これをちょっと加えます。そして尻尾をスッと描いておひげを描いてだんだん細部ですね、うん、目なんかもう一回描いてから足元に日陰を塗ります。はい、出来上がりです。はい、今回はねライオンを描いてみましたね。面白かったでしょ。このライオンはご存知のように猫科の動物ですね。ですからこう、まあ、顔の構造とか体の構造はね猫そのものです。ただライオンはこのね噛む力が強いんですね。だから顎が大きいので少し猫よりも顔が細長く、顎の部分が大きいだけに少し細長く見えると思います。そして顎が大きい分だけ目が小さく感じますね。今回のこのライオンはオスのライオンですから立派な縦紙があります。ここは絵の具のウェットインウェットでまず描きます。そしてこの毛のウェーブの部分は筆を割って表現しました。はい、
いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。